よしよし。よしよし。太郎さんです。今日のセブン券です。セブンコーヒー乾杯。乾杯。乾杯コーヒー。今日はね、セブンイレブンで春巻きが2本で100円なんですよ。通常1本78円のところね。ねえ、ハローさん。ねえ。じゃあ、ハロー見切れちゃうよ。ちょっとカメラ見える？みんなに顔見せよ。こんな感じかな？こんな感じかな？いいかな。私のエムクジャルの膝、すねが映ってもしょうがないんだよな。もっと近づけちゃう。よいしょ。よいしょ。ハロです。ハロー。ダン。すぐは立たないんだよね。よし、こうしよう。ハロでーす。どこどこ。ほな。行けた行けた。よしよしよし。よしよしよし。昨日ね、ハローが後部座席乗ってて、で床にすごい音立てドーンと落っこっちゃってですね、死ぬかと思った。本当にびっくりした。でその後アムロとキッカーを車から降ろしてすぐ戻ったんですけど、そしたらハロの姿が見えないですね。でスライドドア開けてみるとハロが変な格好で、椅子とそのフットレストのスペースの部分にこう変な格好ではまっちゃってて、で顔面がこう下に入っちゃっててね、息できなくなってて、もう本当ね、あと10秒発見が遅れてたら死んじゃったかもしれなかった。もうね、その筋力はやっぱね、なかなか復活してこないですね。どうしたらいいんだろうな、だって運動しようにもね、もうそんなに痛まるほど運動できないしね。お散歩してもやっぱりセブンイレブン来るぐらいで、もう割と疲れてしまうんで、よいしょ。ね、だから結構今ね、ハロの、その体力ですね、その減少っていうのが少し深刻。ちゃんと積んだら、こんな感じでどう？この画角に私が入り込もうとすると寝ることになります。ちっぽくリフリーになります。あんまんをいただこうかな。ガサガサ音がするわ。お前何食ってんだ。あんまんの皮だけ食うか。せっかくお前公園のあったとこはめっちゃ痛い。痛い。めっちゃ血出てきた。
相手に口食われた。あんまり違った。楽だね。口移しにするかもね。昔あのハローをね、軽トラに乗せて2人で納車行ってた頃に、ハローがね、車に乗ろうと思って床下からこうジャンプするときに、上から逆にハロー引き上げようとしてたんですよ。でその時にハローの頭が私の口に激突して、めっちゃ血が出た。あの時な、あの時はね、狭い軽トラの中でね、2人でぎゅうぎゅうになってなんとか寝ましたね。なんであんな辛いことしてたんだろう。まあ、貧乏だったからね。まあ貧乏ではないですけど、今も別になんか将来の不安は常に抱えたままね、生きてるけどね。今日はあれだな、土平日だから触ってもらえないね。あのそこら辺で外営業サボりの人がちらほら、営業者ってみんなさ同じ車なので、軽自動車、そう軽自動車の中でみんな居眠りしているっていう。噛んじゃったからか、すげえ慎重に来る気がする。あ、来た。人間用のね、食べ物が体に犬にいいとか悪いとか、ご飯代わりになるのダメだけどね。こうしてやっぱちょっと一緒に食べようよっていうのはね、すごくいいと思いますよ。美味しいもんだって、美味しいものを食べるっていうのはね、活力につながるもんね。あのね、その昔あの活力ラーメン元気いっぱいっていうのがあったんですよ。まあ今もあんのかわかんないけど、私はそれがね、学生の頃大好き。もうないよ。もう春巻きの肉まんもないよ。実はあるけどさ、もう一本あと食べるんだ。毎日ね、こうやってセブンイレブンでね、ジベタリアンやってね、犬と喋ってる話を聞いてる人はどう思ってるのかなって。
を持ってるんだよ、うんうん、またあの人いるわ、それとも記憶にもとどまってないか、どっちかですね。結構ね、意外とね、人は人のこと見てないんですよ。ただ本人がすごい気にする。それをもうなんかね、意外と人は人を見てない。でも見てないと思ってなんか変なことすると全部見られてる。僕はやっぱ海外暮らしが長いせいか、日本人の特徴的なところってよくわかりますよね。すごい悪い意味で他人を気にしすぎ。人は人ですよ。やっぱね。座って喋ってても、歌を歌っててもね、あんまり関係ないっすよ。座ってると思うんですけどね、ベンチ置いてくれたらいいなって。ベンチ置いてくれたらいい。ハロヨーのハロヨーのベンチハロやだやだ、よし、じゃあ今日も楽しく頑張って働こう。